三田駅から歩くことおよそ10分。少し坂を上がると密集するマンションの間に異彩を放つビルがある。名前はアリマストンビル。まだ完成はしていない。このビルを自力で建てる男に密着した。こんな汚いとこばっかり鳴らしてるんですね。岡圭介と申します。よろしくお願いします。今55歳で、九州の福岡県の下の方の筑後という小さい町の出身です。高専というところに入って勉強を始めるんですけど、コルビジェとかアントニオ・ガウディとかミースとかさまざまな建築家を教わるんですけど、まあ、あっという間になんかもう虜になったっていうか、ものすごいこれは素晴らしい、面白いと思ってのめり込みましたね。2005年の暮れですね、12月ぐらいから作ってます。結婚してすぐに妻が、あなたは一級建築士も持ってるし職人仕事ができるんだと、だから都内で小さい土地を買ってそこに自分で設計して自分で家を作るといいんじゃないかみたいなことを言って、結婚して新婚旅行など行ってこう浮かれてるから、あの任しとけって言って、あの俺に任してたらあのもうすごいいい建築作るから任しとけって言って、じゃあそれやろうって言って、ちっちゃい土地買って、よし俺設計して家建てようとか言ってスタートしたんです。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。この土地港区の三田なんですけど、まあ安く買いました。不動産屋に出てた時にはあのたった40平米の土地で、建蔽率が 60%、 容積率が 300% という土地で6500万で建築条件付きというもので出てました。でもそれを粘って粘って1550万円であの買いました。競売をかなりその頃勉強してたんです。あの入札したりして、で僕の見立てではこの土地は普通の不動産屋ではもう売れないなと見たんです。ちょっと40平米というちょっと一般的に言ってちょっと普通の人が買うサイズじゃないから狭すぎて、そうするとこれは競売に落ちていくしかない物件だなと。競売の値段だったらいくらだろうと考えて、多分1500万ぐらいだろうなと、スタートの値段が、その額を提示して売ってくださいって交渉しました。ありますってことをまず言い切りたいと。あるかなないかなじゃなくて、存在をバシッと肯定するありますっていうものをまず頭につけると。動物の巣みたいに作りたいなと思ってたんで、動物の感じがいいな。ありますのアリはアリにしようと。でマスは川に遡上してくるあのマスにしようと。トンはトンビがいいなと。最後は人間代表建築家代表ってことでル・コルビジェのルをつけとこうってことで、アリマストンビールっていう名前にしました。外観説明します。普通のビルっていうのはワンフロアずつコンクリートを打設するんですけど、アリマストンビルは70センチずつ打ってます。大体全体のすごいかっちりしたデザインを描いているわけじゃなくて、70センチごとに次はこうしてみようかな、ここはこうしてみようかなで進んでます。最初にきちっとした図面を描くというよりは何か考えながら作っています。ここで入り口です。ちょっと今このごちゃごちゃしてって何が何だか分かんないんですけど、完成したらここが妻が小さなお店を作ります。フィンランドのヴィンテージの食器などを扱うお店を作るそうです。ここから先が住宅部分になって2階です。この部屋は基本的には寝室です。ベッドを置いて、あと洋服とかがある部屋ですかね。こことここに穴が開いていますけど、これはちょっと本当にちゃんと作ってるのかっていう検査をする目的のようなもので、
開けたような、まあ、穴です。まあ、しっかり鉄筋が入ってるとかコンクリートも強いみたいなことが分かったので、まあ、検査に無事通りましたと。有馬ストーンビルのコンクリートは何が違うかって言ったら水の量がとても低い。普通の建築の場合はもう 60% 近かったりするぐらいの水が入っています。そして水を入れると物にくっつこうとする力がすごくなくなるんです。水の多いコンクリートって。そうすると全ての作業が楽になります。例えば一日中使ったコンクリートの作業で使ったスコップとかもさらっと洗えば流し落ちるし、全ての作業が楽になるんです。水の少ないセメントはなんていうんですかね、ねっとりしてて強くて何か物にベタってくっつくって感じになるんですよ。だからやっぱそれはありとあらゆる作業がしんどくなるんで、やっぱりみんな嫌がりますね。数年見てたらあっという間に水の多いセメントはなんかね流れ出てきます。表面上がダラーっと。でも水の少ないセメントはもうこれだってもう多分十数年前に売ったんですけども、何ら変わんないぐらいツルツルした状態を保ってます。311 の, 地震の時に有馬ストーンビルで作業をしてたんですけど、まあめちゃくちゃ揺れました。小舟に乗ってるかのようにグワングワン揺れたんですけども、地震が収まってみたら折れるどころかひび一本入らなかったです。有馬ストーンビルのコンクリートはたくさんのコンクリートの学者に200年は間違いなく持つよみたいなことを言われてます。僕もこの建物をあちこちになんかね変な装飾を施してるんですけど、なんかやっぱやりたくなっちゃうんですよ。今度上の方に行ったらちょっととんがらしてみようかな、ビュッてとんがらしてみようかなとか、やっぱ楽しいんです。そういうことを考えながら作ること、きっとこういう風にしたらああいうのできるんじゃないだろうかとか、やっぱここを作りながら装飾というものがとても大切だなってことも気づき始めるんです。考え始めるんです。それはどういうことかっていうと、職人さんたちがこの家で暮らす人たちがどうかみんな幸せになってほしいとか言って、ちょっとちっちゃな彫り物をするとか、そういうものがとても大切だなと。ここにハートがあります。かわいいですね。ハートがあるんですけど、その当時学生だった〇君というのが手伝いに来てたんですよ。生まれて初めて彼女ができたんすよとか嬉しそうに言うから、お母さんここにハート入れましょうよとか言って、このハートみたいなデザインはこの建物にくっつけたくなかったですけどね、でも入れたいっつうから、まあハートが入ってます。そんな感じでいろんな人の何かがあったりもします。3階です。3階の上の方が今工事が止まってます。もうここは6、7年全然変わってないですかね。上の方は伸びずに、ここの部屋は基本的にはこの辺に台所ができて食事をする場所みたいなとこですね。まあ基本的に妻と2人で暮らすんでこれぐらいで十分かなと思って。この木材は全部型枠になります。大体はまあ、型枠っていうものです。基本はプリンとか寒天を作るようなものでこう鋳型を作って、型を作って、鉄筋がその中にこう仕込まれていて、ここの間にその柔らかい水で混ぜたばっかりのフレッシュなコンクリートを入れるんです。そして、早いとこでも3週間、遅いと1ヶ月2ヶ月型枠に入れて外すとコンクリートが固まってて強くなると。普通の板だったらかなりもう1ヶ月も放置してたら板自体がコンクリートとくっついちゃうけど、ビニールが1枚中に入ってることで1ヶ月後でもペロッと取れます。地下室です。ここをまず作りました。ここは穴を掘るだけで1年ちょっとかかりました。4トンダンプに100杯土が出るよって言われたんです。たったこれだけ小さい地下室を掘るだけでも、そんなバカなと思って、近所の土木屋さんから順番に当たっていって、全部断られて、倍金払うから掘ってくれませんかって頼むんですけど、掘ってくれませんでした。どこの馬の骨かわからない人とちょっとリスクのある仕事は一緒にやれないっていう、まあ、普通のことだったと思います。まあ、業者さんがやってくれなくって、ここを全部スコップとツルハシで掘ることになって1年半かかったんですけど、作り始めた頃は
せっかく作るんだったら安藤忠雄をぶち抜くぐらいすごいものを作んなきゃダメだとか思って作り始めたので、すごい鼻息荒くもうすごい頑張るぞと思って作ってるんです。あの鍵穴はちょっとこのアニマストンビルを作り始めた時にちょっと友達の弟さんがいて、ちょっと働かせてくれないかって言って頼まれたんです、友達に。その友達の弟さんっていうのが覚醒剤中毒でかなりいろんな壊れてしまっている人で、初めて会った時とかにももうこう喋りながらいつの間にかよだれ垂らしながら寝てるみたいな、大丈夫なのかみたいな感じだったんですけど、まあ分かったっつって一緒に2人で働いてたんです、結構何ヶ月間か。でもやっぱなかなか大変で、初日は電車に乗ってくるってこともできずに、まあそんな感じでスタートしたんですけど、徐々に良くなってったんですよ。あーって思うぐらい、たった数ヶ月一緒に2人で生活してて仕事してただけなんですけど、どんどん彼が仕事ができるようになってきて、会話ができるようになってきて、あ、すごいな、こんな風に人間回復していくんだなっていうのをこう結構目の当たりにしてたんですけど、数ヶ月ここで一緒に働いて、彼は岡さんありがとうって言って、だいぶ動けるようになったし働けるようになったから、昔の親方のとこに行って働かせてくれないかって言ったらいいよって言ってくれたんで、普通の建築現場に戻りますって言って、分かった、じゃあまたおいでって言って普通の現場で働き出した。1ヶ月後ぐらいに初めて給料が出たんだっつって、お母さんおごるとか言って居酒屋でおごってくれたりして、でそれからたった数日後にお兄さんから電話があって、弟が死んだって言って、え、どうした、なんでって言ったら、まあ朝ベッドで起きてこないから見に行ったらもう冷たくなってたって言って、だからいろんな面は回復したけど、やっぱりなんか心臓のバランスとか良くなかったんだと思うんです。どんどんなんか人間的に回復していく様は本当になんか勇気をもらって、こんな風になるんだなと思って頑張ろうと思ったんですよね。ちょっと頭が大きい感じの人だったんで、あれは作って、なんか前方後円墳みたいでもあるし、日本の国を挙げての国家戦略特区みたいな名前なのかな、そういうとても大きな再開発をここの地区で重点的にやるぞというエリアに入ってしまいました。国家戦略特区とは、地域振興のために国が定めた経済特区で、大幅な規制緩和によって再開発を促すための成長戦略。そのエリアに入ってしまったアリマストンビル、およそ10年前、ある大手不動産会社から立ち退きを求められた。岡さんはここまで頑張って作ってくれたけど、壊させてもらいますってくるんですよ。いや、それは嫌です、困りますって言っても、いや、そうとはいえ再開発が決まったので壊させてもらいますって来たんですけど、仲良しの弁護士とかに相談に行って、どういうふうにやったらいいのかみたいな相談をして、今はどうにか引き合をするということに決定しました。本当だったらこの4月から工事再開していいっていうふうに言われてたんですけど、それがなんか周りが全然進んでないみたい で、僕のところもまだ工事が着工できないんですよね。だからここ何年間もほとんどの時間はその再開発にどう向き合うかのために考えたり交渉したりしています。まあ、苦しいといえば苦しいんですと、でも一番きつい時とかもやっぱもう逆流性食道炎とかなりかけまして、今一応この次の春から着工していいってことにはなってるんで、それがまた伸ばされない限りはそこから3年で作り切るっていうのが再開発の約束になってるので、だから今から3年半後には完成するってことですかね、本当は。だけどなかなかわからないです。諦めない岡さん。ビルの建築を手伝う川原さんは岡さんについてこう語る。
悪い部分でもあるとは思うんですけど、いい部分としては、しつこいなと思います。お母さん、しつこいっていうのは、いや、何でもしつこいなと思いますけどね何に関しても。今いくらかかってるかというのはなかなか計算しづらくって、まあ、4000万か、それでも、そういう額がかかってるってことですかね。やっぱなかなかちょっとね、お金が行き詰まってまして、当然そうっちゃそうなんです。こういう小さい建築に十数年もかけてたらなかなかお金がうまく回らなくって大変なんですけど、どうやってお金を作ろうと考えてた時に、これを売ろうと考えました。やっぱペットボトル飲料のペットボトルにコンクリートを流して固めてるだけです。なんかかっこいい、かっこいいと思うんです。これにアリマストンビルショーと名前を付けていて、でこれはアリマストンビルと同じコンクリートを入れています。1個1万円でインターネットで売っています。今120〜130個売れたんですかね、はい。この建築が完成した時のパーティーの招待券になっていますと言って売ってます。だからどんなに僕の友達でもこの招待券を持ってないやつはその完成大パーティーには入れてあげないんです。だからそれで結構小さい日々の材料代とかに当ててますね。完成したらこの建物は売ろうと思いました。売り抜くぞと決めました。そしてその売り抜くんだから、まあそれを見越して少々借金も堂々とできるから売り抜くと、ある人にも言われました。せっかく頑張って作ったのに売っちゃうのつって、すまないのって言って聞かれたんですけど、僕もそう朝まで悩んで考えた結論は、売るんだけど僕と妻が死ぬまでは賃貸契約を結んでねっていう条件で売りますと。そしたらその聞いてくれた人が、そしたら買った人は住めないのって聞いてきて、あ、多分そうですって言って、買った人は住めませんって言って、200年持つものを作ってるんですと。最初たった30年ぐらいは作った本人に貸してあげてもいいじゃないですか。あと170年残ってます。それでも170年残ってれば、これを買ったらお孫さんやひ孫さんにみんなに、はあ、もううちの先祖面白いもの買ってくれてありがとうつって言われますよつって。このアリマストンビルをこう建てるっていうのはどういう意義があるんでしょうか。何のためにこのアリマストンビルを作るのかとかも随分考えました。考えて、まあ考えても考えてもそのさっぱりする答えの筋みたいなのは見出せないんですけど、まあまあまあ一つ超個人的な意味があるとしたら、した意味じゃないけど、自分にとってはこれを作りながら自分の自信を作ってるみたいな感じはやっぱあるんですかね。なんか自分は自信の塊のような人だと思って生きてたんだけど、全然自信がないってことにやっと30過ぎたあたりで気づいて、それは自分が、心臓病であるとか独自障害というものらしくって、ほとんど本が読めないんですよ。だから本を読んである知識を作って進んでいくっていうような生き方ができなくて、このアリマストンビルがちょっとずつできていくことで、自分もなんかやっぱちょっと同じように自信を得てる感じはあります。だからなんかとても成長させてもらってる場所ですね。